大きな声でずっと言いたかったレナちゃん、いつもありがとう。レナさんとは今チーム員になって一緒させていただいてて、選抜に入った時とかも本当にずっと背中を見てたんですけど、毎日毎日いつも変わらず優しくて、初めて喋った時のこととかちゃんと覚えてるんですけど、もう本当に一回一回の公演とか一回一回のお仕事が全部私の印象深い思い出です。レナさん、レナさんの女優さんとしての姿をいっぱい見るのが楽しみです。 SK のためにたくさん尽くしてくださった分、これから自分のためにファイトです。したのは生きるとは走ること、いても